皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます、アクセスです。今日はね、またエピオンに乗っていきましょう。本当はね、ナイチンゲールに乗る予定だったんですが、さあ、とりあえず踏み子、踏み方全員がね、なんかエピオンになりそうな雰囲気だったので、私も使わせてもらいましたよ。さて、さっきもナイチンゲールで一回乗って出てたんですけどね、まあ戦果が、戦果が散々だったのでね、いやー、まあね、使いこなせないのかな。一回ここから離れるか、とりあえず。やばい、来るな、来るんじゃない。さあ、どうしよう。さて、ヒートロッターね、もう読まれてるからな、結構読まれてるからなと言いながら出していったら当たって、ラッキーラッキー。さあ、中継も取れてるし、ここでとりあえず様子見しよう。さあ、どっとーで、さて、こっちを見てるね。ナイス。じゃあ次はあんたをしとめたい。第3オートだ。よし、エンボスか。もっとユニコーンの必要もなかったよな。ナイスだ。とりあえずここを押さえよう。チャンブロがコンプリートしてる。ガンタンク、貴様は、ここやってる。そうだよ、よし。さすがにエピオン2機に出られた。きついだろ。よいしょ。しんきゃね、エピオンに張り付かれると相当きつい。いやです、ちょっとやってくるな。よし、あっ、見てー、こいつをメインレンジに入り切っていく。ラップ、よっしゃ、ガンをラップ、うわーい、うわー、さすがにやっぱきついんだな、エピオンに張り付かれると。よし、いただき。さあ、どうしよう、第3。さあ、さすがにちょっとエピオンで第3狙うのはきつい。私ではね、せめてあ、間違えない、その SF です。さすがにちょっとエピオンで狙うのはな、私には苦手かも。せめてゼロシステムが発動できる状態じゃないときついか。あっ、倒してろ。で、うえー、ナイスだ。やっぱみんな狙うよね、ヒートロッド。背面がない直撃だけは気をつけないと。ナイス。じゃあ他の敵狙いましょう。シュートしつつ、あー、ごめんよ、今ランプラン、いやい、あっ、さて格闘攻撃をねじ込んでいきたい。うわ、スキル発動して、あー、ナイス、ありがとう、お疲れ様でした。うわ、すげえ圧倒的な試合だったな。助かった、ありがとう。いやー、すげえな、エピオンね。エピオンね、普通に強いよな。格闘攻撃しかないけど、でもね、下ヒートロッドがやっぱりやばいよね。回避切り全然使ってなかったから、回避切りと、あとまあ機動力の高い特殊移動アーマー付きのね、とにかく捕まえるのが難しいんですよね。ジャストガードになるにもロッドガードしてしまうと、そのままアタックルに繋げられてしまうので、ね、まあダメージはこんな感じですね。避難を抑えられるのか、ね、第3が出てくるとちょっと開幕の動きに困ってしまうことはあるから、みんな素晴らしいね。味方全員賞賛を送りたいよ。相手はテトラに見えるのか。いやー、エピオンはね、相手してどうやって戦えばいいんだっていまだに思う今日この頃ですね。いや、本当どうやって戦ったらいいんだろうな。とにかく捕まえられないんだよな、私。機能力が高すぎて。でも上手い人はやっぱり攻撃がね、エピオン使って攻撃しに行ってもなかなか当たらない、全然当たらなかったりする。やっぱりね、そこが腕前の差が如実に現れてるんだろうな。まあね、私今回スキル発動したけど、してないよね。そう、普通スキル確か溜まる前に終わっちゃったんだよ。すごい試合だったな。味方さんが強いとこういうこともあるんだな、しみじみ感じますわ。ではではね、本日もご視聴のほどありがとうございました。失礼いたします。